川海村は大韓民国継承北道安藤市にある集落。農村におけるヤンバンの伝統的な生活様式を保存している民族村であり、韓国の著名な観光地の一つである。マウルは朝鮮語の固有語で村を意味する言葉。村全体が韓国の重要民族文化財第122号に指定されているのをはじめ、多くの有形、無形文化財を要する。 川海村は2010年7月31日、京州市の領土村とともに、ユネスコの世界遺産に登録されている。行政的な地名は、安藤市とよ川おもごかい座と。画界の名が示す通り、花川が大きくく使いする地点にあり、三面が川に囲まれている。村の南には南山、村の北には不要台と呼ばれる絶壁があり。 特に川の対岸の扶養台の上からの村の眺望はよく知られている。この村は16世紀に豊山竜氏の一族によって作られ、その後同族集落として存続してきた。現在も約180個ある村の住人の7割は豊山竜氏である。豊山竜氏からは朝鮮王朝中期の儒学者、政治家である柳雲流、竜星竜兄弟を輩出している。 豊山流士宗家の屋敷である陽神堂や流星流の住居であった忠高堂など、両藩の暮らしを伺う,うことのできる河原吹きの古い建築や藁吹きの家々が数多く保存されている。また、仮面劇である川海別神区も伝えられており、使用人の目から両藩を封死する内容となっている。川海別神区は大韓民国指定重要無形文化財、 第69号となっており、使われる仮面は大韓民国指定国法第121号となっている。1984年に村全体が重要を民族資料第122号に指定された。訪還した国賓級の人物も足跡を残しており、1999年にはイギリスのエリザベス二世女王が、2005年にはアメリカのブッシュ元大統領が川海村を、 訪問している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。